私はミカ。数ヶ月後に結婚を控えている27歳です。夫になる大地とは大学生時代から付き合っていて、この度晴れて結婚することになりました。結婚式には大学時代のサークル仲間やゼミ仲間も呼んで盛大にするつもりです。大学時代はナナミという同級生が大地のことをしつこく狙っていて、とても大変でした。そんな紆余曲折を乗り越えてようやく結婚できるんだと思うと感慨深いものがありました。今では笑い話ですが、当時はとても大変なこともありました。大学当時。大地、今日の夜家に遊びに行ってもいい？ちょっと、大地は私と付き合っているのよ。うるさいわね。いいじゃん、大地だって私の方がいいでしょ。悪いけどミカがいるからさ。こんなのは日常茶飯事でした。ナナミは大学でも目立つほどの美人だけど、性格はわがままで、自分の欲しいものは絶対に手に入れるタイプでした。大地も自分のものだと周りに主張し、初めは私もいろいろ言われましたが、大地が周りに私と付き合っている宣言をしてからは、ナナミが白い目で見られていました。今では懐かしい日々です。ナナミがちょっかいを出してきたのは大学の話で、今では平和な日々を過ごしていました。私たちは結婚に向けて着々と準備を進めて、憧れていた結婚式場で式を挙げることが決まり、私は幸せにあふれていました。式場の人もとても親切な人が多く、順調に結婚式に向けて準備を進めていきました。受付は学生時代から仲の良かった友人たちに頼むことにしました。結婚式の受付引き受けてくれて助かるよ。無理を言ってごめんね。全然いいよ。逆にミカたちの結婚式のお手伝いができて、こっちも嬉しいくらいだから。そうだよ、大学時代に仲のいい恋人同士って有名だったミカたちの結婚式の受付なんだから、周りの子たちが羨ましがっていたんだからね。本当に照れるな。ミカと大地がついに結婚か。大学の仲間もみんな来るし、今から楽しみだよ。うん。あとさ、ご祝儀のことなんだけど。あ、式場の人から聞いてるよ。人が多いことにかこつけて盗んでくんだよね。結構あるんだってね。そうみたいなのよ。本当に多いらしいから気をつけてね。気をつけるよ。知らない人には絶対に受付には座らせないから。そうそう、事前に顔合わせもするしね。そっか、お願いするね。最近式場でご祝儀の盗難があったらしいので、受付をお願いした友人にご祝儀の件について話そうと思っていたら、先に式場の人から聞いていたようで安心しました。招待客が多く、当然ご祝儀もそれなりの金額になるので、盗まれでもしたら大変です。結婚式当日。今日は受付引き受けてくれてありがとう。わあ、ミカ綺麗だね。もう会場に入ってなきゃいけないんじゃないの？うん、二人に先に見せたくてさ。受付大変だったでしょ。本当にたくさん呼んだんだね。ちょっとびっくりしちゃったよ。数字で見るのと実際見るのとでは違うね。本当に手伝ってくれてありがとう。今度何かご馳走するよ。ぜひお願いするわ。そうだね。あれ、ところでご祝儀はどこに保管してあるの？決めた場所にまとめるって聞いてたけど。え、そこの箱にまとめて保管してるけど、あれ、おかしいな。誰か他の場所に移した？何言ってんの？事前の打ち合わせで箱の中から動かすときはミカたちを呼ぶって決めてたじゃないの。お金のことだから後で何かあるといけないからって。でも箱の中に受け取ったご祝儀一つもないんだけど。あ、嘘、本当だ。どうしたの？ミカ、ごめん、ご祝儀が見当たらなくって。さっきまではそこにあったんだけど。え、どういうこと？私はご祝儀の確認をしようと思い、受付を頼んでいた友人たちに聞きました。すると、さっきまであったはずのご祝儀がないと言い出すではありませんか。一体どういうことかと確認をしていると、友人があることを思い出しました。もしかしてさっき一瞬だけナナミに受付代わってもらったんだけど、まさか持って行った？え、ナナミに代わったの？ごめん、私もお手洗いに行っていて席を外していたのよ。
外場の人が呼んでいるって言うから、七海が代わりに受付をしてくれるって言うから離れちゃって。どうしよう。嘘、私七海は招待していないわよ。え、そうなの？じゃあなんでここにいたのかしら。大学時代にいろいろあったから七海は呼ばなかったのよ。呼んでいないのにどうして。とにかく七海が怪しいわね。七海とは学生時代に大地を奪おうといろいろとされたので、結婚式には呼ばないことにしていたのです。まさか呼ばなかった腹いせに。とにかく私は頭の中が真っ白になって、今にも泣きそうになってしまいました。あら、久しぶりね。受付を手伝ってるのね。七海じゃないの、あなたも呼ばれていたのね。ええ、ミカたちの結婚式楽しみにしていたのよ。私もよ、絶対にいい結婚式になるわ。そうね。そういえばさっき式場の人が探していたわよ。本当？私が行っちゃうと受付がいなくなっちゃうからな。なんだか急いでいたみたいだけど、少しだけでいいなら変わるよ。え、ならお願いしてもいいかしら。任せて。ちょっと行ってくるね。ええ、行ってらっしゃい。ミカたちの結婚式なんて壊してやるわよ。私から大地を奪ったくせに幸せな結婚なんてさせてやるもんか。これは私が有効活用させてもらうわ。私は結婚式直前にご祝儀がなくなってしまい、正直結婚式どころではなかったのですが、他の招待客に言うわけにもいかず、そのまま式は行いました。監視カメラがあるわけでもなく、盗んだところは誰も見ていないので、決定的証拠がありませんでした。ミカ、見つけたわよ。何を見つけたの？あいつよ、ナナミを見つけたのよ。え？本当に？一体どこで見つけたのよ？それがね、SNS でナナミらしき人を見かけてね、調べたらやっぱりナナミだったのよ。SNS？ あんなことをしたくせによくも堂々とできるわね。どうする？コンタクト取ってみる？いや、突然コンタクトを取ってお金返してって言っても、どうせ返してくれないだろうし、チラを切るに決まっているわ。ナナミが見つかったの？そうなのよ。でも居場所まではわからないのよ。 SNS で連絡を取るしかないんだけど、どうしようか。それなら私にいい考えがあるわよ。本当？任せてよ。結婚式を終えて控え室で休憩していると、ご祝儀を奪ったナナミを友人 A が SNS 上で見つけたと連絡が来ました。しかし居場所までは分からず、追求するにしても SNS でしか連絡手段がないので、言い逃れされることは想像がつきます。すると友人 B がいい方法があると言って、後日試すことになりました。先日結婚式を挙げたんです。大学時代から付き合っていて、ようやくゴールインしました。たくさんの招待客を呼んで、素晴らしい結婚式でした。でもその結婚式でとても残念な出来事がありました。友人の旦那に当時から横恋慕していた女が、呼んでもいない結婚式に押しかけてきて、なんとご祝儀を盗んでいったのです。それ以降一切連絡は取れていません。でもどうやらこのアカウントの持ち主がその女みたいなんです。セレブ感あふれているこの生活資金は一体どこから来たんでしょうね。友人の作戦というのが、 SNS でナナミのアカウント情報と一緒に結婚式の話をネット上に流すという手段でした。そこまで効果があるか分かりませんが、少しでも解決につながるのであればと思い、あの日の苛立ちとともに投稿をしました。おい、ご祝儀だろ。金返せよ。ひどすぎ。人の金で買ってたの？失望だわ。何？何のことよ。騙されないでよ。久しぶりね、七海。あの時はどうもありがとう。あんたね、言いがかりはやめてくれる？私が取ったっていう証拠でもあんの？ないわね。でも招待もしていない結婚式にわざわざ来たのはなんで？新郎新婦に挨拶をするわけでもなく。それはちょっと寄っただけよ。本当に？初めから狙っていたんでしょ？うわ、ナナミって本当にひどい女だな。普通招待されていない結婚式行く？新郎新婦に挨拶もしてないなんて。どう考えても金目当てじゃん。
みんな違うのよ。こいつの言っていることなんて信じないでよ。ナナミのことセレブでおしゃれだと思ってフォローしてたけど外すか。俺も私もこんなやつの SNS なんか見たくもないし。他のみんなも解除しよう。解除祭りだよ。ナナミが私の結婚式でご祝儀を狙ったという話は思ったより SNS 上で反響があり、ナナミのフォロワーたちの中でこのことで炎上し、ナナミのフォロワーは半減しました。ネットニュースでも取り上げられ、ナナミは社会的制裁を食らいました。インフルエンサーとして企業案件も取り扱っていたナナミは、全ての企業からの仕事がなくなってしまったみたいです。それに誹謗中傷の言葉をネットで浴びせられ、かなり気がめいったようです。私の気持ちもこれでだいぶ晴れました。その後ナナミから連絡があり、結婚式のご祝儀は全て返してもらいました。私は大地と幸せな結婚生活を送っています。来年の夏には新しい家族を迎えることになりそうで、今から楽しみです。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。